いフライパンが我が家よ。うるさいですね。見てください、この新品テカテカフライパンを。まだ何も焼いたことのないチェリーボーイ。わあ、美味しくて可愛いね。こちらのフライパンはいただき物です。誕生日おめでとうってことで、欲しいものリストから送っていただきました。マッコと大きにマッコウクジラ。メッサ嬉しい。レッサーパンダ。クジラとレッサーパンダが戦うとどっちが勝つ？クジラかな。正解はうちが勝ちます。ん、なぜなら喧嘩両成敗しに行くからですね。ああ、引っ掛け問題だったか。ということでパンケーキ焼きます。レッサーパンダって並び替えたらパンケーキやしな。確かに並び替え次第ではそうなるか。あおいちゃん、うちらが動画活動を始めたのっていつだっけ？転生前を考慮すれば1年前だね。ボケとツッコミが入れ替わったのは1年前だね。もう一つ質問いいかな。ツッコミどこに行った？うん、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。今回はツッコミを放棄します。なんでやねん。どないなっとんねん。大阪湾に浮き輪つけさせて沈めるぞ。安全の配慮助かる。ところでこの生地の成分は？粉と哺乳類。分量は？粉と哺乳類を9対1くらい。粉の半分は優しさです。粉ってそういうバファリンを砕いたものやね。そいつはスミエや。すごくやりにくいな。本当の分量は画面に出しておけばいいでしょ。それはそう。ガハハ出しといた。えらい。ほならパッパと焼いていきます。パッパッパソーランアレマ。今の子知らないでしょ。ペッペッペッソーランアレマを知らない。アレマ料理の話ほとんどしてませんけど。そうやね。調理工程を話すとすれば、蓋をして弱火でゆっくり焼きつつ、蓋を取ってくるっとひっくり返して、裏面も蓋をして焼きまして、焼きましたら取り出します。卵を落としまして、油を使わなくても綺麗に取れちゃう。すっごーい。というわけで完成。料理の話をし始めたら一瞬で終わっちゃったな。ではいただきます。うま。というわけでフライパンの広め動画でした。マッコウクジラ、レッサーパンダ、ライオン。